はい、皆さんこんにちは。東京美容医科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今の質問は、前回起きたら何個かあるっていう動画を流したんですけど、その方から、副乳切っても問題ないんですか、生物学上っていうのと、あと傷は結構残ってしまうんですかねっていう質問。副乳を切るっていうか、ここ裏側から副乳の周りの脂肪吸引しちゃうの、ここら辺にある人が多いよね。でこの辺をこう脂肪吸引した方が、胸の形がね、こういう感じになるからさ、バックエルって言ってもきれいじゃないから、ここを脂肪吸引したりする、傷は残らないよ。チクペみたいなものあるんですか？そういうのある人は、まあ、すごく黒かなぐらいの感じの人が多いけど、まあ、そういうのがあれば、切り取ることができるけど、別に、無理に取らなくてもいいと思う。めちゃくちゃ悩んでる、やっぱり。めちゃくちゃ悩んでる。はい、疲れてる。切っても問題ないですよ。もし、髪の毛気になったら。で、傷は残ります。まあ、でも脂肪吸引でも、傷残らずできるし、ちなみに、ほくろってレーザーで焼くじゃないですか。そういった感じで、チクリとか焼けたりします。それはちょっと違う。副乳があるのは異常でも何でもないので、悩む必要もないと思うので、そういうたまたま生まれつきそうっていう、生まれつき目が離れてるとか、生まれつき眉毛が薄いとか、それと変わらないっていうのから気にする必要はまずないと思うけど、でもそれがどうしてもちょっと嫌なんだったら、副乳を脂肪吸引にしたらいいと思います。形が嫌なんだったら、このチャンネルがいいと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。